あれ、ファイルが開かない。何この画面、もしかしてウイルスに感染してる？この前新しいウイルス対策ソフトに切り替えたばかりなのに。今や1日100万種を超える新種のウイルスが日々生まれている時代、従来のウイルス対策では高度化したサイバー攻撃に対応できなくなっている。ビジネスを守るための対策は急務。どうしたらいい？そんな時はアップガード。アップガードはシステムにとって害を与える不正な行為を未然に防止する OS プロテクト型セキュリティソフトだ。あなたのパソコンが美術館だとしよう。ウイルス対策ソフトの守り方は出入り禁止リスト、つまりブラックリストを作り、危険人物を美術館に入らせないようにしている。しかしこの方法ではブラックリストにない危険人物は侵入できてしまい、 100% 危険人物の侵入を阻止することはできない。それに対してアップガード、危険人物か否かをブラックリストで見分けるのではなく、それが誰であろうと美術館でやってはいけない不正な行為をしないか、入館者を常に監視して未然にその実行を阻止する。例えば美術品に勝手に触ろうとしたり、関係者以外立ち入り禁止の保管庫に近づいて開けようとしたりするなど、入館者を常に監視して悪意があるなしに関係なく美術館において不正な行為を未然に阻止することで安全な状態を維持することができる。つまりアップガードは悪いやつを見つけるのではなく、悪いことを阻止するという独自の制御技術を持ったセキュリティ対策ソフトなのだ。具体的にどのような対策なのか、アップガードが提供する2つの制御を紹介しよう。1、スペースルールによる起動制御。攻撃を阻止するためにハードディスク内をシステム領域とユーザー領域の2つの領域に分類してアプリケーションの起動制御を行う。システム領域には攻撃者が悪用するアプリケーションを通じてファイルを設置することはできず、ユーザー領域には設置できたとしても信頼されていない実行ファイルやスクリプトファイルは起動することができなくなる。感染させられねえ！ 2、 改ざん処理の防止。アップガードは攻撃に悪用されるリスクがあるアプリケーションを通じて不正なアクセスを成立させるために必要な改ざん行為を防止、端末の乗っ取りに必要な侵害行為を成立させない。この端末乗っ取るの無理。ウイルスの生成や起動、不正アクセスによる端末の乗っ取りといった悪いことを防止することでユーザーの業務継続性を担保し OS を守ってくれるアップガード。もうセキュリティで悩まない。アップガードで安心安全なビジネス環境を。